ベガ、私は貴様の思い通りにはならない。これは殺意の波動、飲み込まれる。ただいま、イライザ。おかえり、ケン。大丈夫だったか？調子は？ええ、私もこの子も元気よ。何も問題はなし。それで、リュウさんには会えた？ああ、妙な奴らが邪魔してきたから、お互い万全な対戦じゃなかったけど、また戦えてよかったよ。そう。あ、ほら。うん？いい蹴りだ。きっと俺を超える格闘家になるぜ。そうね、そうなるわ。ダメ、やっぱり開かない。ガイル、お願い、データを受け取って。これがあれば SIN の全貌把握できる。チェンリー、応答しろ。データは受け取った。大関、今回の取り組み放棄の責任をどう取るつもりですか？この大バカ者が待っていたぞ。取り組みを終えるまで日本の土を踏むことはまかりならぬ。よっしゃ、全員かかってくるでごわす。次はオリンピック採用を目指すでごわす。ママ、俺は今香港にいます。ジミー、ママ、どうしてここに？ジミー、お前といることが私の幸せなのよ。一緒に帰りましょう。今でもジロジロ見られることはあるけど、もう気にしない。時々は失敗するけど大丈夫さ。だって俺もママといる時がいつも幸せなんだから。大会は中止。なら記念品の一つでももらって帰ろうと思ったのね。一番偉そうな奴は、わけのわからんことを言って突っかかってくるし。おお、そうだ、あれがあった。これって、テレビで言ってた悪い人？すごいや、赤きサイクロンはやっぱり最強だったんだね。チェンリー、応答しろ。データは受け取った。チェンリーこいつは返してもらおう。チェンリーはその先だ、急げ。お水ってすごく綺麗だ。
にはお宝はねえってのかよ。このデータさえあればシャドウ、そして何より私の美貌と若さは永遠に。俺はあの男に勝つことだけを考えて敗者の人生を歩んできた。しかし勝ち負けなど些細なことに覚えてきた。拳で語る、その行為こそが俺の求めていたものだったのかもしれない。お前の拳には言葉が、魂がなかった。俺もまたそうだったんだろう。俺は変わったのか。答えはあの男に聞いてみよう。なぜ今になって現れた。支配者の座は私の手の中に転がり込む寸前。それが全て敷かれたレールに沿って行われたことだとしたら、お前を消す。私を消す。こいつも失敗作か。まあよい、お前たち相手をしてやる。強すぎるというのも考えものだな。お前は SIN のためによく働いてくれた。お前は全てにおいて短期間に答えを出し正確に判断してきた。まるでお前の背後に模範解答を示してくれる大きな組織があるかのごとく。そう、おしゃべりが過ぎるわ。もう眠りなさい。フィフティーンを消しました。追って報告書を出します。残り26体も把握しております。了解、直ちに処分にかかります。お先、引っ張ってやろうか。必要ねえ、トレーニングのためにやってんだよ。ああそう、じゃあお先に。私も押すってば。二人で押した方が早いじゃん。乗ってろ、トレーニングにならねえだろう。これも計算づくってやつか。マスターズの野郎。最強の男にふさわしい究極の食事とは何だ。やっぱりちゃんこでごわす。やはりボルシチが一番。なるほど、ならば混ぜれば最強を超えた最強になるはず。唐辛子で味を整えて、エルフォルテリー男の灼熱へ回れ。でも絞ってさあ食え。なるほど、天にも昇る美味って感じだな。もっと戦いたい。あと少しで何か思い出せそうだ。勝負だ。余計なことを思い出さなくてよい。この失敗作が、アーベン、ここまで化けるとは。いずれまた会おう。
殺だ。昇竜拳。やっと会えましたね。ってジミーか。お前ら、ここは危ない。これの力でも次は食い止められるかどうかわからない。出口へ急ぐんだ。預けておいたものは返してな。利子をたっぷりつけてな。まさかこんな恐ろしいことを。しばらくは生かしておいてやる。我が魂の糧となるためにな。我が姓は試合の場にこそあった。死も確かに。命これしきで落としてならものか。まことの試合の場にたどり着くまではな。ボイリングリクイッドエクスパンディングセルエクスプロージョン。なんだと、ベガが私を洗脳した時のあのサイコパワーか。この研究が進んだら人を操る兵器に転用されてしまうかもしれない。ゆっくり。そう、その指をキーから離しなさい。ことが済んでしまった以上もう用はないわ。何年もの調査が水の泡よ。大佐、私は命令違反を、ブリースのデータを破棄しました。お前の行動はこちらでもモニターしている。グッジョブだ。いえ、撮影スタッフを襲ったのはやはりお前たち SIN か。メディアは偉大な権力だ。しかし愚かしい。作られた真実を疑いもせず、作られた思想を盲信して面白いように踊ってくれる。だが時として真実を嗅ぎつけてしまうこともある。貴様、よくも目障りになりそうなものは見つけ次第叩き潰す。それが我々のやり方だ。この気配、間違いない。小僧め、目覚めたか。封じたか。余計なことを。沈黙さ。無か、面白い。し合うとしよう。小僧の運命をかけて。今のが無の剣。始祖。殺意の波動を嗅ぎつけてきた。我が弟よ。
なぜだ。我らは同じはず。フィフティーン。私をナンバーで呼ぶな。我が名はセス。この世に唯一の存在だ。レガの言葉に従うしか能のない人形どもとは違う。邪魔者は全て消す。貴様らも、ベガも。セス様、我らの新しき王よ。目障りは取り除いた。これが最初の一日だ。これから世界を滑る我が王国の名。